あ、皆さん聞こえていますか？大丈夫そうですか？こんにちは。はい、こんにちは。はい、12時になりましたので、今日も始めていきたいと思います。わ定か時んか。ないよね。新型コロナだからプロに聞いてみよう。今日は定時で始めることができました。よろしくお願いします。はい、この番組は新型コロナウイルスや感染症について、この道のプロに身振り手振りでざっくり説明してもらうというものですね。出演者の紹介です。感染症対策のプロ、国立国際医療研究センター、国際感染症センター、感染症センターの堀成美さんに今日もお越しいただいています。どうぞよよろろししくお願いします。くお願いします。で、今日のファシリテーターは私、日本科学未来館の科学コミュニケーター。失礼しました。UD トークが入っていなかったです。科学コミュニケーター、小林が務めます。よろしくお願いします。あと、この番組は裏で支えてくれているメンバーが何人かおりまして、今日皆さんのコメントを拾ってくれるのは科学コミュニケーターの伊達さん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして運営コメントで参加してくれるのは科学コミュニケーターの山本さん、綾塚さん、たくまさんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今ちょっとスイッチ入れてなかったんですが、今日も聞こえのサポートとして UD トークというアプリを使用しております。ただこちらちょっと誤変換があることがあるので、そこだけご了承ください。ごめんなさい。今日のテーマですが、感染症の流行はどんなふうに収束するのということで、収束という言葉を整理しながら、新型コロナの流行が今後どうなっていくのかということを堀さんとお話ししていきます。収束、いろんな感じの収束があってちょっと難しいですよね。後でそのあたり整理していきたいと思います。というわけで、4月1日から平日毎日放送してきたこの番組なんですが、今日で5月1日でちょうど1ヶ月を迎えました。1ヶ月、1ヶ月。はい。意堀さん、外。あっという間でしたあっというね。間でしたね。本当に。はい。いろんなことがありました。ただ新型コロナの流行が始まってからはだいたい5ヶ月ということになるでしょうか。5ヶ月じゃあ、1、2、10、3、4。4ヶ月、5ヶ4月ヶ月。ね。5ヶ月目。ですあ、ね。でも私はあのね、12月から関係の人たちとこれ変わっ、ちょっと感染症やばいんじゃないのみたいなの。12月からやってたので、4ヶ月半。はい。堀さんには4ヶ月半。私はだいたい4ヶ月くらいかなというところで、流行が続いております。では、これまでの大きな動きを少しだけまとめた資料があるので、伊達さん、資料の87番お願いします。はい、共有します。はい。皆さん、覚えていますか？この頃のことって覚えているでしょうか？出ましたかね？はい。いつ頃から新型コロナのことを意識し始めたでしょうか？よかったら、これちょっと眺めながら、これくらいから気になったかなっていうのを教えていただけたら嬉しいです。私は、個人的に、気になり始めたのが、その2月の5日、船、ダイヤモンド・プリンセス号がたくさん移されるようになってから、すごく、あ、大変なことが起きているかもしれないという自覚が芽生えました。堀さんは印象的な時期って何かありますか？ 印象的な時期ですか。私、はい。一年中感染症の仕事やってるので、なるほど。新たな話題が一つぐらいに最初は思ってましたけど、まあ、こんなに、すごくたくさんの人に社会生活とか日常生活まで影響しちゃうのかなっていうところは最初思ってなかったですね。あ、なるで、ほど。風邪って肺炎のウイルスで、まあ、最初は新しい風邪系のウイルスかなってところでしたけど、今はやっぱり、例えば血が固まりやすくなっちゃったりとか、なんか別の病気っぽく見えるような原因にもなって、あ、なんか病気としてもだいぶ見た目変わっちゃったなっていうのが出始めてきた、そういう情報が出てきたのやっぱ3月頭ぐらいかなかなと思います。で、もう一つね、すごく印象的なことがあるんですけど、新しいからこういろんな話題出るじゃないですか。そうするとお役所、まあ、国とか東京都とか新宿区とか、なんとか市とかね、いろんなお手紙来るんですよ。こうしてくださいとか、これやってください、やっちゃダメですよみたいな。そういうのって、大体ね、PDF で来るんです。
こう紙が。で、最初は1日1枚ぐらいだったら見えてたんですけど、うん、そのうち1日何通か来たりとか、はい、厚生労働省系の情報、これは国土交通省系、これは総務省とか経産省とかいろいろ出てきて分かんなくなっちゃった時期がありますね。うんうんうん、だから私は PDF パンデミックと呼んでるんですけど、こうみんながね、一生懸命情報に食らいついていたんだけど、もう無理、もう今どんな情報だかさっぱり分かりません状態に今なってる人結構います。なるほど。そうすると、そうだ、ウイルスの広がりと同時に大変になってきた時に、こう資料とか情報もバーって広がってきて、やっぱそれ3月の2週目ぐらいからみんな辛くなったかなと思ってます。なるほど。それが出来事です。はいはい、堀さん、PDF とかメールとかいろいろ溜まってくると、本当に一個一個見るのが辛くなりますよね、やっぱり。うん。わかりづらいんですよね、文章がまたね。うん、そうですね。あと、一枚がものすごいページ数があるとさ、どこ読んだらいいんだろうっていうのもあったりしますよね。そうですね。改訂版ですって来た時に、どこが改訂されたかね、なんか黄色とかピンクついてないかな、ついてないわ、みたいな。ハイライトしといて欲しかったなっていうのありますね。そうそう、新しいの資料を作る方はハイライトをお願いいたします。皆さんのコメントをどのくらいにこう意識し始めたかなっていうのを見ていくと、オリパラかもね。あ、違うか。1月下旬からもうすでに気になっていた方が、うん、すごい早い。春節の頃からというので、やっぱり春節というか1月の23のあたりですかね。あとクルーズ船の頃、クルーズ船が話題になってからっていう方が多いですね。そうですね。ああ、そっか。でも、春節の時に中国が武漢のところを、ブロックして、本当に人を出さないんだって、衝撃でしたね。そんなことやったら暴動が起こるんじゃないかと思ってましたよね。街全部を封鎖するということは、そもそもできるんだというのは、私にとってちょっと驚きでした。はい。私、知り合いが武漢に何人も住んでたので、で、脱出するのかなとか思って、見てました。はい。中から情報とか、来ていたんですか？武漢来てましたよ、ずっと。あ、なるほど。たくさんいるったんですよ、日本の人ね。うん、それでチャーター便で帰ってきたりっていう人も、うん。そうですね。そんな形で、皆さん1月から春節まで。やっぱ意識高い人が見てますね。はい、そんな感じがします。はい、します。はい。ありがとうございます。そんな中で、ですね、私、小林が特に流れの中で気になってたのは、その研究のスピード感というところです。うん、ものすごい速さで研究が進んでいったなと思ってました。そうですね。そもそも、この新型コロナというのは未知の病原体だったと思うんですけど、その正体に関する論文が次々に出ていくっていうのが本当に衝撃的でした。堀さん、そもそもの話なんですけど、はい、未知の病気、はい、新しい病気ってどうやって現場で気づくんでしょうか。今日はね、学校休みだし、お休みですね。今日はお休みの人もいる、お子さんたちが将来研究とかしてくださる人もいると思うので、ちょっと力を込めて語りたいんですけど、最初はわからないんですよね。で、なんで気づくかっていうと、例えばある病気が流行るとします。でも毎年、冬に流行るよ、インフルエンザみたいに冬に増えて春終わります。来年は冬に増えて春終わります。で、これが突然、なんか夏にビャーンって来たりとか、あるいは、その時期がずれたり、本当はいつも100ぐらいなのが1万になったりとか、なんかそう変化を見たときに、なんかいつもと違うなと思うじゃないですか。で、それは、ただの報告ミスだったり、検査ミスの時もあるかもしれないけど、なんかいつもかからない人がかかってるとか、いつもは3日ぐらい寝てれば治るのに、なんか死んでる人が増えてるとか、そう、なんかちょっと違うなってことに気づくところから始まります。で、今回も中国のお医者さんたちが、冬の時期にインフルエンザみたいな症状の人が来ても全然驚かないし、80歳とか90歳以上の人が重症になったり死んじゃうのも別にそんなに珍しくもないので、すごい驚くことでもないから。でも、この数何とかね、あるいはよくよくお話を聞いたら、なんかみんな同じところで働いたり住んでるの、じゃあなんか特別なことが起きてるのかなって気づいたとこからだと思うんです。でもこの時点ではまだ病原体がわからないですよね。ただ増えただけかもしれない。で、今度そしたら原因何かなってこう調べていくわけですよね。そしたら、いつも見てるウイルスじゃんってわかればそこで終わっちゃうんですけど、これも違う、
これも違う、これも違う、じゃあ何で、じゃあ何って思っても実は見つかるわけじゃないんですよ。そこでやっぱりさらなる研究みたいなのしないと見つからない。で今回はそれがすごく早くできたんだと思いますね。できる状況が前よりは整っていた。あ、なるほど。前よりは上手にできるようになっていた。でもなんかその状況を見ていくと本当にこう被害者の、あのミステリー小説被害者のこう共通点を探っていくみたいな、なんだかすごく面白いお話ですよね。そうなんです。であの日本でも経験したことが実はあって世界最大規模の感染症アウトブレイクって日本で起きたものがあるんですね。それは、はいはい、O157 っていう病原性の大腸菌が原因で子どもたちが重症になった事例があります。でそれが、うん、あのまあ後にね、カイワレ事件っていう名前でみんなが覚えてたりするんですけど、まあ、カイワレかどうかってことはさておきますけども、はい、あの時どうやって気づいたかというと、救急外来の病院のお医者さんがね、あ、なんかお腹壊した子が来てるなって見るじゃないですか。で、多分ね、一人見ただけだったら、まあ、なんか食べちゃったのかなくらいで終わるんだけど、なんかこう次々来たりとかして、なんかいつもより多いし、なんか同じ学校の子だとか気づいた時点で、もしかしたら、学校でなんかして食べたものとかかなっていうところに気づいただけで終わらず、それをちゃんとね、保健所とかにお連絡したんですよ。なんかね、嫌な予感、わかんないですけど、嫌な予感がするとか、いつもなんか感染症がおかしい感じがしますよ。言ったら、これすごく大事で、保健所の人は同じような、なんかおかしくないですかってことが、まあ、いろんなとこから来て。そしたらなんかすごい、いっぺんになんか増えてるのかなってことが、やっとそこでわかりますよね。でもここで気づくのは、じゃあお医者さんが、まあまあいっかって言って、いいや来週でとか、まあ今日金曜日偶然だろうとか思って、土日って、対策をする土日が挟まっちゃったりとか、まあ3連休、土日月3連休だったりしたら、お電話するのが火曜日になっちゃうかもしれないじゃないですか。だからすごく偶然があって、お医者さんが変だなと思って連絡した。で、他の人も連絡した。保健所の人が、うん、これは何かなって考えるとこから、実は分かったりする。今までこう自分の体調をずっと記録していくの大事だっていうことをこの番組伝えてきたと思うんですけど、その感染症がその国の中でどういうふうにあの増えているか減っているかみたいなことをずっと知っておく、こう記録取っておくって、その中ですごく大事なことということですね。そうなんですよ。いつもがね、あの平時っていうんですけど、平らな時、平時がどれくらいかってこうデータが取れていることが重要で、それと比べてあれなんかピッピッて増えたとかね、まあ、増える時もあるし減る時もあるんですけど、なんかいつもと違うねって気づくにはいつもが分からないとダメなんですよね。そうですね。私たちの体調も、私は体温計持ってないからですけど、平熱が何度だから私はお熱が出ているとか分かるわけですよね。だから、常に自分の健康とか、うちの地域はどんな感染症が流行ってるのかしらとかね、興味を持っていただけるとありがたいです。この情報を集約してくださっているのは保健所の皆さんなんですか？病院から届け出をするのは保健所です。今とても大変な思いをしている、ね、コロナで大変な思いをしている保健所さんが普段やってくださっています。コロナだけではないですもんね、きっと届けられる病気ってきっと。あ、そうです。決まってるんですよ。法律で決まってます。なるほど。その中でコロナの業務もたくさん増えて今大変になって。大変ですね。今日なんかツイッターで、議員さんが言ってたけど、なんかデジタル化がちょっと進むみたいないいニュースをちらり見ましたけど。あ、それはちょっと。なんかね、みんながそのお医者さんが感染したら、ね、あの患者さんがいたらこう手でカキカキしてね、それファックスして、で保健所の人がこうカチャカチャカチャって入力して、まあ、それから数が分かるんです。でも、手書きでファックスは早くオンライン化できないかなってみんなで言ってた。はい、そしたら今朝のなんかツイッターを見たらですね、なんとそれはデジタル化がされるみたいなことが書いてありました。すみません、裏を取っておりませんが、もしそういうことが、でも、ね、日本の技術ならできると思うんですけど、はい、そういうのが進むとお医者さんとか保健所の人のお仕事ちょっと減るじゃないですか。紙をさばくとかね、それいい話ですね。それはいい情報ですし、そう、髪を触るね、接触も減って良さ、すごく良さそうな感じがしますね。あと、写すとき間違えないしね。ああ、そこで絶対、作業が増えれば絶対間違いが出てきますね。そうですね。という形で、そうやって新しい平時からの違いで新しいことに
気づくということで、今日はですね、私ちょっと話が脱線してしまいましたが、その新しいものをどうやって見つけたんだろうっていう、その見つけた研究者たちのそのスピード感について、ちょっと資料でお見せしたいと思います。資料の88番、お願いします。はい、科学未来館だからね。はい、下の矢印の方が新型コロナウイルスのタイムスケジュール感ですね。一番最初の患者さんが報告されたのが、2019年の12月頃、堀さんもね、このあたりから情報をキャッチしていたとおっしゃっていましたけど、12月頃に最初の患者さんが出ました。うん、で、病原体を、この病気を引き起こしている病原体が何者かというのが分かったのが、もう次の翌月の2020年1月のことなんですね。早いですよね。そう、早いですよね。で、どうやって分かったかというと、このウイルスのゲノムといって、ウイルスの中にある遺伝子ですね。私たちだったら DNA って呼んだりしますけど、遺伝子を読みました。この遺伝子を特定するまでの期間がすごく早かったと感じてます。で、比較対象として SARS の、事例を持ってきました。上のバーが SARS の、スケジュール感になります。これ2002年の11月に最初の患者さんが、報告されてから、ゲノムの解読という、その正体が分かるまでに、分かったのが4月の15日ですので、4、5ヶ月かかったということなんですね。どうでしょうか、皆さん。これ早いって、私はちょっと早いなってワクワクしてたんですけど、どんな感じですか？すごいですね。早いですね。早いって同じように感動していらっしゃる方もいる。あと私がすごいなと今回思ったのは、世界中の研究者が協力をしたことですよね。もちろんあの競争もあるんですよね。研究費とかこの論文書いて私が一番みたいな研究の競争もあるんですけど、この全人類のが戦わなくてはいけない病原体にみんながすごい協力して、例えば分かったウイルスの遺伝子の情報をこう共有ですよね、してこう似てるよねとか、こうそういうなんかみんなが熱心に交流してるのがツイッター上だけでも見えたなと思ったし、あと、その後分離ってあるじゃないですか。それも、なんか、いろんな国の人が競ってやってるんだってことが、嬉しかったですね。私にはできないことなので、ありがたいなと思って見てましたけど。はい。ウイルスの分離というのは、そのウイルスを解析するためには、たくさんの量が必要になりますよね。で、増やすためにはどうするかっていうと、こう、人間とかお猿さんとかの細胞に、その患者さんの検体とかかけて、その中でウイルスだけをたくさん増やしていくっていう、そういう作業という考えて大丈夫ですか？私やったことないですよ。はい。サイエンスコミュニケーターに教えてほしい。はい。そういう作業です。やったことないです。で、今コメントで、ゲノムの解読とウイルスの分離の、なんか、タイミングが逆転していますねっていうふうにコメントもらってるかなと思うんですけど、そう、私。はい。そういうコメントいただいてます。いただいてます。はい。はい、私もそこちょっと気になっていて、これっておそらくその解析するためのサンプルの量が変わってきたっていうことだと思うんですね。SARS ウイルスの時にはゲノムその遺伝子を読むためにたくさんウイルスを増やしておかなければいけなかったので、まず細胞でたくさんウイルスを増やしてからそれを使って、遺伝子を読み取るっていう作業が必要だったんですけど、今回の新型コロナウイルスの場合は遺伝子を読み取るっていうその科学技術がものすごく進歩したので、たくさん増やさなくても患者さんから取ってきた検体そのまま使えてゲノムを読み取ることができた。そこにすごくその時間の、短くするための、短くなったことの要因があると思います。すごい。で、これがね、お薬とかワクチンにつながっていくんですよね。そうですね。遺伝子の、そのウイルスの遺伝子、まあ、設計図ですよね。どういう設計図できているかということが分かれば、どこを標的にしてこう治療していこうかとか、ウイルスが、体の中でこう入ってくるのを防ぐことができるかという研究が進めることができそうです。うん、期待してます。期待、そうですね。あと、ひょっとすると私もう一つ思ったのは、遺伝子を今までこう発生してきた病気のウイルスとかと比較することで、これが本当に新しいっていうことが分かる
あとはどういうグループのウイルスなのかなっていうことも知ることができるのかなと思ったんですけど、この感染症対策する上でこのウイルスがなんだろう、コロナウイルスの仲間であってインフルエンザウイルスの仲間ではないとか、そういう違いって重要な情報なんでしょうか？いや、検査とか治療のところにつながる話はすごい重要だと思うんですけど、私がやっている感染対策のところでは、そこまでそんな細かいことは分からなくても、やることは基本一緒なんですよ。例えばまだよく分からないときは、一応全部予防っていうか防御っていうんですけど、一応一通りやります。多分ね、最初はやりすぎになります。オーバーリアクションなんですけど、でもどういうふうに感染するのかとか、何が一番いいかわからないときに、怖いわってスタッフも思うから、一応全部やってって言って、で、実際やっていくと、あ、空気感染じゃないねって言ったら、空気感染対策をこう外して、あと、なんか具合の悪い人に触るときは確かにもういっぱいつけてた方がいいんだけど、もう元気になっちゃった患者さんからうつらないねってわかれば、まあ、マスクと手袋だけにするとか、まあ、そういうふうに決めていくんですね。なるほど。では一番最初、何も情報のない、何かわからない、新しい感染症というところだと、もう最大の防御できるっていう。最初ね。そう。でもすごく重要なことがあって、まあ、大体そういう時って具合悪い患者さんが先に来るじゃないですか。病院ね。病院来る人、具合悪い人が来るんですよ。で、今回みたいに、実は感染しても、すごいたくさん症状がない人が、まあ、普通に街中にいるんだとしたら、まあ、その、元気な人と具合悪い人っていうと、私たち病院の人は具合悪い人に出会います。ね、想像していただきたいんですけど、体調悪いわ、辛いわ、っていう時にですね、そのなんか宇宙服みたいな格好してる人が現れたらね、私だったらビビりますね。なので、一応事情を説明して、申し訳ありませんけど、まだ対策法がよくわからないので、こういう格好してますけど、ごめんなさいねっていうところからお話ししてですね、患者さんすぐ分かってください。あ、いいですよ。どうぞって感じで、始まるんです。できれば、そういうような人たちに近くに来られたら気持ち的にちょっと怖いと私も思うから、なるべく、いらないものはやらない方がいいとは思ってますし、今は特に足りないからね。いろんなグッズが足りないってことはニュースでご存知だと思いますけど、だから適切な予防を早く分かるっていうのもすごく大事かなと思います。正体がウイルスのとか病原体の正体が分かると、早く分かると嬉しい。そうですね、いろんな対策ができるし、やる必要のあることと必要のないことっていうのも除外できていくっていうのはすごく助かることです ですね、うん、なるほど。ここまででどんなコメント来てるでしょうか？もしも何か言葉のこととか質問あれば。亀井さん、なんでコウモリからなんだろうっていうのが疑問、質問として来てます。他にも感染源なんでコウモリって言われてるんですけど、なんでなんだろうなっていうふうなコメントがいくつか来てます。なんでコウモリなんだろうというのは、なんで、最初の多分発生起源がコウモリと言われていて、なんか日常生活の中とあんまりつながりが見出せない、僕もそうなんですけど、どういう関係があるんだろうなっていうところだと思います。わかりました。いろんな病原体が出るたび、必ずみんなが気にするものがあって、話題として。それ、人々感染するのっていうやつですね。分母何っていうのと同じくらい決めてるなんですけど、それは人々感染するの。で、この場合の人はですね、カタカナで書きますけど、人々感染。動物としての人っていうことですね。と、生き物としての人ですよ。アニマルとしての人です。それで、例えばインフルエンザが鳥からうつるとか、鳥さんのインフルエンザが人間にうつるとか、今回のコウモリが持ってるウイルスがなんで人にうつるのは、それは、動物ヒト感染じゃないですか。それは偶然なんか起きるかもしれないんですよね。濃厚接触してたら。だけど、そこの人たちで止まればいいんだけど、人から人に広がるのっていうのは一番最初に心配することで。で、今回も私たちは、過去の経験からね、最初から人々感染するっていう前提で準備しようっていうふうにやってきました、最初から。で、違うんだったら後で、違ってよかったね、なんですけど、いや、違うんじゃないのとか言って、対策を甘くしてたら、バーッと広がるわけですよね。で、今のお話に戻ると、そういうの詳しい人に後で解説してほしいなと私も思いますけど、
意外とその種を超えて動物から人へっていうのは、他の動物から人へっていうのは起きてますよね。でなんでコウモリなのかは、最初言われてたことは、そのコウモリさんを扱う人がいて、あの趣味でコウモリ触る人はあまりいないんですけど、あの、まあ、研究者とはいるけど、あの一番はね、コウモリを食べる。食べる、うん。コウモリのフライドお肉みたいなとか、炒めて食べるとか、まあ、食べる人と、あとお薬として使う人たちがいますね。動物のある、例えば何かをこう、それを薬の材料にするとか、いずれにしても今回は中国ではマーケットで扱われていたので、まあ、そういう接触っていう話がありました。なるほど。その他にもコウモリは、実はコウモリはウイルスを持ってても具合悪くならないんですよね、うんうん、コウモリもバタバタ死んでいくならあんまり広がらないですけど、コウモリはウイルスを持ってるのに自分たちは具合悪くならなくて、コウモリに触ったり、うん、噛んだり、おしっこを、なんか、コウモリの、想像したくないですけど、コウモリの体液が、まあ、私たちの飲み物とかに、はい、たまたま入っちゃって、それが汚れてる果物を洗わないで食べちゃったとか、いろんな方法があって、うつるっていう、なんかそういうルートがあります。まあ、今回のコロナウイルスがどうかはわからないですよ。うん、でも意外と、コウモリが間に挟まって、つまりコウモリと接触する何かがあって、人間が、うん、病原体、感染症にかかるっていうのは、実は他にもあるんですよ。なるほど。エボラの時なんかもコウモリさんをちょっと聞いたりしますか、ね、そうですね。だコウモリから人間、あるいはコウモリ、ゴリラとかチンパンジーみたいなお猿さん系へ人間とかね、オナルーとかありましたけど、辿っていくと、なぜだかコウモリっていうのはありますよね。繋がっているんですね。私たちはあんまりコウモリ身近にいないかなって思って、いるらしいですよ。私はなんかね、空わーって飛んでるの、あ、鳥が飛んでるんだと思ってたらね、いや、中にはコウモリの場合があるとか言われたことがあってですね。なるほど。今60代の人とかに聞くと、ちっちゃい頃、はい、家の中にコウモリがバサバサバサとか飛んできて、あ、はい、出てけ出てけみたいなのがすごく大変だったとか言ってた。練馬区のお医者さんがそう言ってました。なるほど。でもコメントでも今、あの夕方よくコウモリ見かけてるっていう方もいます、ね。そう、だから自分は鳥だと思ってるけど、コウモリの可能性がありますよね。未来館の近くも飛んでますよ、夕方、コウモリ。そうですね。あとだから洞窟とかにいたりするんですって。私、コウモリ見たことないんですけど、実は。だから、動物探検楽しいとか言っちゃうかもしれないけど、いや、コウモリいるんだ、怖いなとかちょっと思ったことがあります。あ、なるほど。感染症対策の面から見ると、コウモリ何か持っている。いるいるって書いてある。だから、もしね、狂犬病に興味がある人がいたらね、狂犬病でコウモリって検索すると、え、それもコウモリみたいなのがお勉強になりますので、ゴールデンウィーク中にお時間がある、興味が、コウモリに興味が湧いた方はどうぞ。頑張って検索してみてください。はい。さて、コウモリ。他にはコメント何か来ているでしょうか。大丈夫かな。そうですね。大丈夫ですか。はい、大丈夫そうですね。はい。はい、早かったよねっていうところで、その早かった理由に、その展開が早かった、研究が進んだの早かったということについて、先ほど堀さんが、みんなが協力とか、まあ、競争しながらすごく一生懸命やっているっていうお話があったんですけど、その分情報のスピードも速いということですよね。そうですね。だから共有するネットワークがあったように思いますね。例えば私が国立国際医療研究センター、国際感染症センターっていう、センター2個並んで分かりづらいですけど、国際感染症センターってその WHO 世界保健機構とかがやってる、この新しく広がる感染症のネットワークのメンバーなんですよ。一緒に研究したり研修会やったりするんですけど、こう顔見知りになりますよね、年に何回かって。いや元気、仲良くなると情報ってやっぱやりやすくなるなって思いますし、だから何も起きてない時からね、良い関係になるのって大事かなと思います。あと今週の月曜日にその情報のスピード速いと、今度情報をこう更新していかないと間違ってしまうこともあるよねっていうお話もありました。はい、ちょっとそこ振り返ってみたいんですけど、その月曜日のお話の中で、査読論文であっても一つの論文だけで判断しない方がいいよねっていうお話ありました、うん、そのところちょっと私も考えてみたんですけど、よくよく考えたら査読論文も撤回されることがあったり、
しょっちゅう展開されてますね、今回も。あと論文の雑誌上でこう、見解じゃないけど、こう、違うと思う、いやいや、こっちだったと思うみたいな論争が起きることもあります。レターってやつですね。そうですね、今とか。この間のさ、論文だけどさ、ちょっと違うと思うよ、みたいな。うんうん、一言二言がお手紙で来て、まあ、それもちゃんと公開されるから、そうは思わないよとか言う人とか、いやいや、私もそう思ってましたとか、はい、まあ、横から見てるだけですけど、私は勉強になります。はい。そんなことも、その情報が早いってすごく、いろんなことが分かっていいなっていうメリットもあるけど、そうやって、ちょっと危うさもあるなという。そうですね。でも、本当怖いですよ。うん、そうですね。でも、論争が起きるっていう、その、こと、そういう場があるっていうのもすごく大事なことだなって思います。一つの情報がそのまま一人歩きしないで、ちゃんと別の人の目で違うと思うよって言ってもらえる場所ってすごく大事。そうですね。だ、情報公開されてないってことは、だから、前の大きなインフルエンザの時とか、SARS の時も、まあ、中国とかが批判されてしまったりしたことなので、だ、今回すごく早かった。だから、みんなが中国すごいねっていうふうにもなりました。公開が大事ですよね。うん、そうですね。みんなでこういうこと起きてるんだけど、どうかなって。そうなんですよ。あと、やっぱり公開されてるから、議論もできるけど、みんなが信用すると思うんですよね、私。だから、なんかこういろんなこと、情報を出すけど、でもなんで、それはなぜなのか言わないとかね。なんか情報はあるらしいんだけど、なんか出してないんじゃないのとか思われると、多分、他のことも信用できないように見えてきちゃうから、情報が公開されてますよっていう、なんかこう、公開されてることを分かってもらうコミュニケーションってすごく重要なんじゃないかなって今回思いました。それって私たちがやっていることにもなんだかちょっとつながるなと思いました。こんなこと公開されていますよねっていうのを伝えるのも私たちのこの番組のなんかお仕事なのかなと思っているので、ぜひその一端見られるといいなと思います。皆さんも、と思ったら、情報を出してくださいとか、これはどうですかとか、まあ、質問するっていうのはすごくいいことだと思います。あ、そうですね。そもそも情報を持っている人たちに出してくださいっていうことも。そうそう。そうね、なんかね、意地悪で出して何ではなくて、そっかそっか、これ出してなかったねとか、そういえば、そういうものも出した方が良さそうですね。じゃあ出しますっていうこともあると思いますよ。絶対見せるもんかとか、そんなのあんまりいないと思うんですよ。いや、でもね、311のこととか皆さん考えて、本当なのとかよく聞かれますよ、私も。ですね。これも、でも311から学んでいることもあるので。多いですよね。そうそう。多いですので、ぜひここ。311の時に、あそこうまくいかなかったから、ちょっと今回は頑張ろうっていう人たちもいっぱいいますから。はい。こんな形で。情報が早かったよねというテーマ一旦締めたいと思いますが、ここまででコメント何かあれば教えてください。大丈夫そうです。はい、はい、では、はいはい、こんなところで本日のテーマ、そもそも収束、感染症の収束についてお話をしていきたいと思います。次のテーマですね、そもそも収束ってどういうことなんだろう。ニュースの中でですね、終わるに息って書く収束と、あと、収めるに束って書く収束、二つの収束があって、昨日もその言葉何が違うのっていう質問が来てました。それをちょっと整理するために、まず終わる息って書いた収束について、ちょっと資料を用意してきたので、89番出していただけますか。はい、許します。はい。皆さんの最初にちょっと聞きたいんですけど、お尋ねしたいんですけど、皆さんの収束のイメージってどんな感じでしょうか。今、1番、2番、3番と3つ選択肢を用意してみました。1番がそもそも病原体がいなくなる。で、2番が感染者がゼロになる。あ、アンケート出してくださいましたね。ありがとうございます。ぜひ、回答お願いします。昨日から始まりましたこのクイズ形式、どんな感じで答えていただけるでしょうか。そもそも病原体がいなければ感染者もゼロになるんじゃないのかとか、いろいろ
突っ込みどころはあると思うんですけど、何が違うのかなということをちょっと考えていきたいなと思います。うん、あ、どうでしょうか。結果、感染者がゼロになるが 46% で一番多くて、次、感染者がいるけれど流行が抑えられているが 43%、うん、で、3番目が病原体が。なるほど。はい、ご覧いただいている皆さんのイメージはこんな感じということなんですが、堀さん、この1番、2番、3番、すべてこの収束するっていうふうに言ってよろしいんでしょうか？いいです。この言葉で言うときは結構広いんだと思ってください、最初に。で、これはゴールを今出してるんですよね。で、どの病原体かっていうのが一番最初に来て、例えばね、病原体がいなくなるとか感染者がゼロになるときはある条件が必要なんですよ。それはね、ワクチンがあるとか、はい、うん、あの動物と人でこうしょっちゅう感染するやつは難しいんですが、はい、人と人とのとこだけで止められるっていうのはなくせるかもしれない。だからなくなるっていうなるとかなり条件厳しいんですけど、まあ、それは理想ですよね。で、コメントに書いていただいてますけど、天然痘は一応根絶したってとこに来ました。一番っていうところですかね。うん、そう。で、まあ、ある程度のところで抑えられるっていう意味では、真ん中のやつは、はしか、マシンはワクチンがあって、動物と人でウイルス、マシンウイルス行き来しないので、人間のだけのところでコントロールできる。だけど、皆さんお気づきだと思いますけど、全世界的にゼロにするっていうのがまだ難しいので、ある地域では、だ日本なんかやりやすいですね。島国だから。陸続きじゃないからね。外から入ってくるのが防ぎやすいっていう。そう。で、これはゼロにはできないんですけど、ある条件の中ですね、こう、外から持ってきたら広がらないっていうのが、その排除っていうんですけど、なくせはしないけど、持ってこられても広がらないってことはできます。ワクチンがあれば。だから数年前に台湾で、はい、あ、ごめんなさい、沖縄で台湾の旅行者が来て、はしかが広がったことがあるんですよ。だ時々旅行、海外から来る人がウイルスを持ってくることはあるんだけど、だからゼロにはならないんだけど、でも、そこの地域でパーって広がっちゃうか、広がらないかってところでのゴールが違うんです、目標がね。だ収束するって言ったときに、だんだんワクチンを打ってって、もう、はい、広がらなくなってきました。はい、止まりました。そこから、まあ、ゼロにはならないですけど、この流行自体は、まあ、収束しましたね、みたいなことは、まあ、そうやって言えるのかな、というふうに思います。だって、みんなで一生懸命ワクチン打ったから、もうそれ以上、ある時期から、最後の患者さんから、収束期間の倍なんですけどね。まあ、もし10日だとしたら、20日間、新しい人が出ませんね。どうやら止まったようです。みたいに確認できるものもあります。うんうん、で最終的に感染者はいるけど、一定のレベルに抑えられてるっていうのは、例えばワクチンがないけど、まあ、みんなで早めに検査して、一生懸命その人たちをサポートして、まあ、そこからなるべく広がらないようにできる。体制を整えることで、一応収束したって言い方をすることはあります。そうしないとね、終わらないんですよね。例えば院内感染、学校とか病院の中で、なんか感染症が流行ったとします、でゼロにはならない。どうしてかというと、その外で流行ってるから、地域で、だから持ち込まれるかもしれないけど、でも、まあ、そんな1ヶ月に100人とか200人じゃなくて、まあ、1人か2人か3人ぐらいまで収められる体制を整えたので、一応収束と考えて、他のなんか厳しくこれやめてあれやめてとか言ってたのは、まあ、1回やめましょうとか。なるほど。大体今言った3つぐらいで言います。ただそのゼロにするが収束になっちゃうと、あ、じゃあずっと収束しませんねみたいなことになっちゃうから、まあ、言葉の問題だけかもしれないけど、このように病原体とか社会の影響によって使い分けをしています。病気によって使い分けはあるけど、全部終わる、息と書く収束という言葉に含まれているという。そうですね、とりあえず収束しましたっていうふうに報告書には書かれることが多いです、はい、堀さん、コントロールできてるか、できてるっていう感じとか、インフルエンザはどうですか、みたいなコメントが来ています。インフルエンザは逆に流行が止められないことが分かっているので、
インフルエンザの場合の目的っていうのは多分ですね、なるべく少なくするっていう努力とをやってるかどうかっていう対策の評価をすることが多いです。わかると思うんですけど、すごい一生懸命努力してもインフルエンザってゼロとか、なんか限りなく少なくするのは難しいんですよ。人間がこう。いつもどこかに感染者がいるっていうイメージで難しいってことでしょうか。そうですね。ウイルスをなくすこともできないし、ワクチンも、まあ、予防というよりは重症化を防ぐことに、まあ、今はメリットを感じてみんながやってるわけですけど、完璧には予防がしきれなくて。でも、毎年こう一定数何千人とか、まあ、1万人近く亡くなっちゃうのが少しでも減るようにとか、まあ、そういったことができることは逆に分かってるわけですね。対策はいろいろできることが分かってるから、じゃあ、予防接種の接種率を指標にして、逆に取り組んでいることを評価していくっていうやり方もあります。だから、結論から言うと、病原体によって、その、目標とかやり方、あるいはうまくいってるかどうかを何で評価するかっていうのが違うんですよ。インフルエンザに興味持っていただくのはすごくありがたいですね。そうなると、今、一番最初に疑問に上がっていた、その、もう一つの収束、収める、束と書く方の収束というのは、これは、調べた感じではどんな感じだったんですか？調べた感じではですね。さっき紙に書いてたじゃないですか。はい。状況が落ち着くということを、この収束、束ねる方の収束と、なんでしょう、辞書的な定義ですかね。ではそうなっているようです。なので、ニュースとかで見かけるのは、この状況落ち着くという意味での束ねる、収める、束ねるという字を目にする方が多いんじゃないかなと思います。日常会話では今の説明が一番、コロナでは分かりやすいと思います。終わったって言っていいのはこういう時ですよってまだ決まりがないから、多分そんな大流行グラフで言うとこんなピークがあったのがこう減ってって、ゼロにはならないんだけど、まあちょろちょろか、突然ピーって増えるかもしれないけど、また少しに戻ってみたいなことが、その言葉でみんながイメージしたり説明されるものかなと思いますけどね。あと、この番組が始まる前に皆さん、SARS と MERS は収束したのかっていうことについてコメントが来てました。そうですね。はい。SARS は今ないですね。そんなこと言っちゃいけない。いるのかもしれないけど、ちゃんと診断できてないのかもしれないですよね。なるほど。みんなが探してるときって見つけやすいんですよ。で、MERS は今もずっと続いております。時々ちょろちょろって報告が上がってきます。で、ラクダさんからって分かってるから、じゃあラクダなくすのって言われたらね、ラクダで観光産業できてますよとか、ラクダのミルクでアイスクリーム作ったり、ラクダ肉のステーキを売ってとか、こうラクダと一緒に生きてる人がいる中でラクダなくせないから、ラクダの全部の治療というのも難しそうですね。難しいですね。ね、だから、ずっとマーズはちょろちょろ出続けると思いますね。だけど、で、一定数の人はお亡くなりになります。しょうがないね。ゼロリスクをやっても対策にならないので。だけど、マーズは、まあ、いいなと思うのは、もう具合が悪くなったら、その流行してる地域なら、お医者さんが検査をオーダーするとき、マーズはもう入ってると思うんですよ。なんか風邪で肺炎っぽいなと思ったら、マーズ検査しようとか思って、で、検査できるようになってるから、で、分かったらすぐ病院で治療っていうか、まあ病院に入ってみんながこう具合悪くならないようにしていただけるから、一応まずは流行は全部完璧には終わらせられないけど、一応対策が整ったっていう意味では2番目の収まる方の収束でみんなが考えてるんだと思います。なるほど。収まるの収束ということで、SARS と MERS についての、お話でした、ではこの言葉を整理した段階で、今後、新型コロナは、じゃあどうなるんでしょうか、どこを目指していくんでしょうかっていうお話ですね。そうですね。今のところ根絶しそうに、まあ、突然 SARS みたいに消えるかわからないですけど、なさそうで、ワクチンがもしこのままできないとか、まあ、治療薬ができないってなると、コントロールでしょうね、一番下の。3番。そう、一定の範囲で、まあ、私たちがもう容認する。もう認めるしかない。これくらいはしょうがないでしょ。っていうラインに、逆に言うと、
広げない工夫ができてるっていう、今度条件の、インフルエンザとしてですけど、対策がちゃんとやれてるかモニタリングっていうのをすることになると思うんですよ。うん、なるほど。グッズはね。なるほど。まあ、ワクチンや治療薬が出てくれば、またちょっと別のシナリオ見えてくるかもしれないけど、うん、今はその3、あと、コントロールするのがコロナの目指すところにあるのかな。ということで、うん、今後の流行がどうなるかというのを、シナリオを推定した研究がありましたので、ちょびっとだけ紹介したいと思います。資料90番をお願いします。はい、お願いします。はい、こちらですね、2025年までのに新型コロナがこの先どういうふうに流行していくのかなっていうのを、計算してみたものですね。誰の研究ですか？アメリカで、アメリカの人。人たちの研究です。そうです。なので、アメリカのデータに基づいて計算されたものなので、日本で同じように計算されるかどうかは、ちょっと別ということですね。そうですね。都市でも、はい、あの人口が多いとこと少ないとこでも違うし。はい。ちょっと図の見方なんですけれども、こちら横軸が時間を表していて、19とか20って書いてあるのが2019年、2020年とか、こういう年度を表しています。年を表しています。で、今私たちがいるのは、この20と21の間にある、このちょっと長い線、縦線のところですね。はい。私たちがいます。で、縦軸が1000人あたりの患者数を表すんですけれども、この黒い線が新型コロナが、どれくらい患者数が出るかなっていうことを予測したものになります。これ見ていくと、今2020年の過ぎたところにはちょっと、ぴょっと大きい山がありますね。うん、で、このモデル、いくつかの、なんだろう、状況別に、場合別に、計算をしていて、今回お示ししているのは、そのうち2通りの、モデルです。どんなことを推定したかというと、抗体、なんだ、一度感染して回復した人が、その後40週間は感染しない、免疫を持った状態、うん、の免疫の持続期間が40週間、約10ヶ月ですね、持続する場合は A のような状況になるんじゃないか。うん、で、黒い線を追っかけていただくと、各年ごとにこうちっちゃい山が、毎年山が出てきているなというのが見えます。で、今度 B の方なんですが、B の方は、その、一度感染して回復した人が104週間、もう一度感染、もう、次の感染がしないっていう、104週間、2年ちょっとですね。免疫が2年ちょっと。長く続く場合ですね。そう、長く、はい、続く場合ですね。続く場合は、各年、1年おきごとに、こう、流行が出てくるんじゃないのかなっていうような、推測が、推測のこれ、あくまでモデルですね。計算の値なので、この先どうなるかどうかわからないんですけど、そんなことになるのではないかという研究がありましたので、ちょっと紹介しました。うん、ありがとうございます。モデラーの皆さんありがとうございます。はい、モデラーの皆さんありがとうございます。というわけで、もしも、こんな風に毎年流行るとしたら、第2波が来るのでしょうか、ということになりますが、私たちは一体どんな準備をしたら、もしも来るとしたら、どんな準備をしたらいいんでしょうか。でもやることは一緒ですよ。手洗いとか、咳エチケットとか、お休みとかですね。もう冬にお熱と咳とか言われても、もう見た目なんだか分かりませんので。なるほど。インフルエンザかもしれないし。そうですね。でも今年の冬は、はい、いろんな今までと違う社会が待ってると思います。なるほど。コロナによって、例えばどんなことが？私が思ってるのはですね、あのコマーシャルは消えると思います。何のコマ？どのコマーシャル？風邪で休めないあなたにっていうやつはですね。なるほど。絶対そのコマーシャルはやめるはずです。やめますよね。見てますか、企業の方。やめますよね。うん、風があったら、風邪のような症状がある人はちゃんと休みましょうって、この、ね、何ヶ月かいろんなところからメールが来ました。皆さんちゃんと休めているといいんですけれど、社会がね、そういうふうに少しずつこの、今のコロナの経験を生かして変わっていけるといいですよね。あと、皆勤賞もなくなるんじゃないでしょうかね。ああ、そうですね。頑張って皆勤賞欲しいから学校に行っちゃうという、そういうモチベーションの人もいますよね、きっとね。表彰されるとなると欲しくなっちゃう。
あとはオンライン授業とかはいかがでしょうか、ね、そうですね、今はみんな仕方なく、どうやればいいのとか言いながら一生懸命画面に食らいついてますけど、私の知り合いで相当インターネットとかこう画面に平気な人でも、いや長時間は辛いって言うし、大学って90分授業とかやるじゃないですか、30分を3コマはいいかもしれないけど、ずっと90分が辛いって言ってます。私教える側なんですけど、大学とか、はいはい、教える方も90分みんながあの興味持つのかなと思いながらやってるの結構辛い。今堀さんのお仕事もオンライン化されて、どんどんオンライン化されているんでしょうか。されてますよ、うん、現場でね、何かをしなきゃいけない、実際に手を動かさなきゃいけない人たちっていうのは、オンラインでできないことっていうのもありますよね。そうですね。医学部とか看護学部って、実習しなきゃいけない。患者さんのとこ実際にいて、こう、お勉強しなきゃいけないんですけど、うんうん、今、医療機関結構大変なので、あの、まあ、大変じゃない地域もあるけど、大変な地域はですね、普段受け入れてたけど、ちょっとこ今できませんとか、じゃあ他のとこでとか、結構大変そうです。なるほど。どうでしょうか、コメントで今なんか何か来ていますでしょうか。そうですね、オンラインだと反応が伝わりにくいのかなとか、あ、そうですね、学生さんの反応が伝わりにくいとか、そういったのありますね。オンライン会議で、あの最近こう、あのデータ容量を少なくするために音声だけでっていうやつもありますもんね。そうするとどんな顔してるかわからないことってありそう。確かに授業されるときと か、あの学生さんの表情って気になりませんか。見切れてないんです。あ、たくさんいたりする。でも、あの1個分かったことがあります。皆さんもそう気づいてるかもしれないですけど、ただオンラインでやるだけじゃダメですよね。例えば90分授業やるにしても、こうライブで教室でやる準備と、うん、オンラインだったらもうちょっとね、工夫しないとダメなことが分かりました。資料とかとね、あの去年と同じやつでやろうかなとかできなくて、作り直したりとかね、うん、あ、教えてる皆さんも見てる、学校の先生も見てると思いますけど、うん、お疲れ様でございます。なかなかちょっと生活を変えていくのにもいろいろな苦労が伴いそうです。そのあたりも情報共有しながらね、こういうやり方良かったよとかできるといいですね、せっかくなので、うん、他にはコメントどんなの来ているでしょうか。そうですね、でも一方で、動画としてあの講義の内容が残るのはいいよねとか、そういったものも来てますね。あのオンラインのいい面ですね。そうですよね。だから普段もこれからも、あの普通の授業が仮に始まったとしても、体調悪い人に休んでっていうからには、不利益があっちゃいけないから、じゃあオンラインで見てとか言えるといいですよね。でも私のようにオフレコ話が多い人は、録画されるってちょっとどうよとか、ちょっとオフレコ話しないもんとか思っちゃいますよね。まあ、切って編集するとかまた別の手間が出てきてしまうかもしれない。でもなんかこれまでの学生の反応を見ていても、あの話面白かったですよ先生とかいう時が、授業の中身じゃなくてオフレコ話 ばっかりだったりするの。なるほど、ちょっと考えますけど。そういうあのちょっと印象的なね、あのなんだテーマがあるとよく覚えてたりしますね。そういう方が覚えてる子確かに多いかも。でもなんとなくいつも自分は15分ぐらいしたら睡眠に入ってしまって、30分ぐらいしたら起きて授業を受けてるとかいう人は、こうなんか何分頃から再生とか言って見れていいかもしれないですね、うん、確かに何度も聞きたいなとか、そういうのありますね。はい、だからコロナは私たちにいろんな変化をもたらしています。他にはいかがでしょうか。別のオンラインの関連で切り口で、ホログラム授業だったり VR 授業だったりがあったらいい、だったりとか、あとコメント機能があって双方向だったらいいよねっていう風な意見いただいてます。うーん、なるほど。 VR だと実習みたいなこともちょっとできるのかな、ちょっと難しいかな。確かに VR 解剖とかね、うん、いいかもしれないね。そしたらできるかもしれない。すみません、私、ね、ホログラムって分かんないですけど、どうなんですか。ホログラムっていう、なんかあの、SF に映画とかであるみたいな、あの、ぼーっと、あ、私うまく、なんだ、映像がここに差もあるかのように、立体映像が見えるような、なんでしょう。なるほど。すみません、スターウォーズで、こう、ボス役がこう、ぼわって出てくるような、イメージのものを想像していただけると、
これスターウォーズがわかんないんだ、実は。わかった。でもなんか、ビジュアルがこの辺にあるってことかな。あの、目の前にあったかもその人がいるかのように、こう、なるほど。なるほど。これぐらい。いい、今ね、技術で なんか解決できるのはいいですね。そんなわけで、ちょっとすると、ちょっと、まだ感染が続くかも。知りません。あ、ゲームが続くかもしれない。はい、コロナについていろいろできることを、ちょっとずつ生活を変えながらですね、できるといいなというところで、このお話を一回締めたいと思います。では、ここで、あの、おむつマイスターの伊達さんによるポリマーの、実験をですね、伊達さん準備は大丈夫そうでしょうか？はい。はい。では、ここから休憩タイムにしたいと思います。休憩タイムは今日、伊達さんが実験を準備してきてくれたので、伊達さんによる実験タイム。休憩という名の。はい。トイレに皆さん休憩しながら。はい。実験という名の休憩。はい。いや、これも残っているみたいなので、オフレコ話をちょっと抑えつつ、お話ししていきたいなと思います。じゃあちょっと、まず皆さん、僕がおむつマイスターとして開発してたのは、こういうおむつなんです。見たことありますか？大人用のおむつです。例えば、一番右の生理用品みたいなパッドのようなタイプで、こういう、これでも、尿を 80cc ぐらい吸収するようなものだったり、他にもパンツタイプのもので、まあ、履けるものですね。これなんかもう 300cc、ビールジョッキ半分以上、こう、吸収するようなものだったりします。で、一番左のものが、介護。主に介護施設だったりの方で使われているものなんですけれども、テープタイプといって、これがおむつというふうにイメージされる、大人用のおむつとイメージされる方が多いのかなと思います。これ、おむつマイスターの目で見ると、すごく薄いんですよね、昔のものと比べると。だいたいこのパンツタイプの真ん中のもので、厚みが全部で10ミリぐらい。の厚みだったりします。で、さらに薄いものもあったりするんですよね。で、もし、おむつに、最初にお世話になるのが、このパンツタイプもしくはパッドタイプだと思います。じゃあ、これなんで薄かったのかっていうのが、これ、この後ちょっと実験でお見せする吸水性ポリマーが導入されたからな、なんです。1983年に初めておむつに入れられたんですけど、それによって昔も20ミリとか30ミリあったものが、もうキュッとコンパクトに。することができたというものです。じゃあ、ここから、この吸収性ポリマー、どんな性能があるんだろうっていうのを、ちょっと自宅で動画を、実験動画を撮ってきたので、それをもとにお話ししていきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。あ、自分の顔が映っちゃってる。今見えてますか？皆さん。ちょっと動画を無音で再生しながら、伊達が説明加えながらやっていきます。じゃあ、スタートします。ここに今、持っているのが、吸収性ポリマー、だいたい 6g 分ぐらい入ったものです。吸収性ポリマー、Amazon だったりとか、そういう、通信販売のところで買えたりもします。で、今出したのが、こちらは、色水ですね。食紅を使って緑色に染めました。これコップ 215ml のものです。この中に、まず、吸水性ポリマーを入れました。ここに、この後色水を加えていくわけです。あ、メロンソーダみたいとか、ありがとうございます。いろんな色あるんですけれども、CM で見るのは青色だったりします。で、ここに、今、から、水を加えていきます。これ、食紅を入れただけで普通の純水です。あ、加えたところ、まだ、あまり、ポリマー、水の液体の様子は変わってないですね。ちょっと、混ぜようとして、こう、割り箸で今、混ぜしてます。まだ、様子変わってない。だいたい水を入れて10秒ちょっとですかね。まだ、しっかり固まってはいないみたいです。
ここから入れて30秒ぐらいですかね。ちょっと様子が変わってきましたね。少し固まってきました。まだただ水は、液体はちょっと液面が揺れてますね。あ、だん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 固くなってきて、あ、もうポリマーに水が固定されて、液が垂れてこなくなりましたね。あ、これ今私手で触っちゃってるんですけれども、本当はあの手袋あった方がいいです。手袋ちょっと家になかったので素手で触りました。ちょっと 色水がついてますっていう、さっき少しやらせたようにこう固まったゲルみたいな、ゲルというのはなんだ、ゼリーみたいなものになっておむつの中で吸収されているという、うん、わけです。お、ちょっと失礼します。で、今ちょっとコメントで、こんなに時間かかるのに、おむつなんで吸収できるのっていうのをいただいていたので、それについてちょっと説明したいと思います。これ日本衛生材料工業連合会という、おむつの業界団体さんですね。まあ、いろんなおむつのメーカーがどういうふうにこう、おむつを作ればいいんだろうっていうのをみんなで相談しているような団体さんのホームページなんですけれども、さっき取り出した、お見せしたのはこの高分子吸水剤ってところですね。この高分子吸収剤のだけだと、さっきお見せしたように、だいたい液体をしっかり吸収するためには30秒から60秒ぐらいかかっちゃうんですね、吸収が。吸収に。その間、多分、ただ30秒一回出して、30秒止めてっていうことはできないので、その間何かこう他の材料で一旦受け取ってもらう。ポリマーが吸収する時間を稼いでもらうものが必要なんです。それがここにある綿状のパルプというもので、こう、一旦、ちょっとあまり吸収量多くないんですけど、キャッチしてくれて、その後、ポリマーに受け渡してくれるっていう風な材料を設けてくれています。ここにもいろいろ工夫があって、例えば防水剤で漏れないようにしたり、ここの漏れ防止の立体ギャザーって書いてあるもので、咳止めを作ったりして、なるべくこう、おむつの吸収ポリマーにうまく液体が行くように、という風に設計されているわけです。これさっきの実験だったりとか、公式吸水ポリマーも変えますし、あと、まあ、おむつから、こう、おむつの中、パッてここ表面剤を裂いてもらって、パルプのこの真ん中に、パルプの間に、高分子吸収剤ポリマーが挟まっている。ので、それをちょっと頑張って取り出してみてっていうのでも同じ実験ができたりします。あ、いろいろコメントいただいてます。ありがとうございます。ちょっとお家でできる実験として、ぜひ楽しんでください。伊達さん。はい、洗濯機に入れて大変なことになりましたっていうコメントいただいてますが、あ、かなりそれは深刻な問題ですよね。まさにそれ、洗濯機に入れてこびりついちゃうんですよね。他にも例えばちょっとこう、私昔ブログで書いたんですけど、このおむつを下水に流せませんっていうもので、おむつを、こう、洗濯機の中に入れた後、塩をかけると小さくなる。っていうふうな裏技があったり、あとは、ちょっと、使用済みのおむつを下水道に捨ててしまうというふうなこともあるみたいでした。で、そうですね。本当は、ここにも書いたんですけれども、その、下水道に流してしまうと、排水口を詰まらせてしまう可能性があるので、これ、いや、皆さん、お控えください。で、さっきの実験された方も、ただ、下水道にそのまま流してしまうんではなくて、ポリマーの水分を、まあ、ティッシュペーパーだったりで拭き取った上で、燃えるゴミとして出してください。もし、こう、おむつをそのまま流してしまうと、こういうふうに下水道の中でビーカーの中がパンパンになってしまう。これがこう下水管だとすると、そこで詰まって、
後の後に流したものが、まあ、溢れてしまう、もしくは下水管が破裂してしまう。っていうことがあるかもしれないので、ここ、皆さんご注意ください。はい。あと、伊達さん、これさ、はい、砂漠の畑で使ってるやつですかっていうのが来てましたけれど。ああ、ものすごくいい質問ですね。そういうところでも使われてます。大体、高吸収性ポリマーの一番こう、使われてる部分はおむつです。他にも、農業用のもので砂漠の下に敷いたり、あとは保水剤として使われていたりしますね。本当いろんなところで使われてるものです。保冷剤もこれですかっていうのも来てますね。保冷剤もそのうちの一つです。その中で、それぞれ用途によって設計が変わっていて、特に、おむつのものだと、なるべく容量を大き、吸える容量を多くしたいので、そういうふうな設計になってます。他にもちょっとマニアックな話をすると、赤ちゃん用のおむつって赤ちゃん寝てることが多いので、なるべくこう、圧力がかかった状態でもちゃんと膨れられるような、もしくは水を吸収できるような設計にしていたり。で、大人用おむつもいろいろあって、こう、立った状態で歩ける、基本的に歩ける方で使えるようなものっていうのもあったりします。そのものはあまり体重がかからないので、とりあえずブクッと膨れて、たくさん水を吸収できる、みたいな設計をしてたりします。ちょっとマニアックな話に行き過ぎちゃいましたね。いや、面白かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。私は伊達さんのおむつ実験を初めてここで見ました。楽しい。皆さん、休憩はいかがですか？どうかな？皆さん、戻って来られましたでしょうか？お戻りですか？休憩は OK ですか？あ、OK。OK。では。後半戦。はい。スタートしたいと思います。おむつ、面白かったって言ってますね。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、そっか。戻ってない人は返事できないようですね。確かに。そうです。いない人手を挙げてっていうやつですね。間違えました。ではでは、ぼちぼち始めていきたいと思います。はい。で、後半戦のテーマですね。まあ、前半では、このコロナの流行が、まあ、管理下におけるまでもうしばらく続くのかなっていうことだったんですけれども、では差し当たって今考えられることってどんなことなのかなっていうことをテーマに話していきます。まず一つ気になっていること、そして考えていかなきゃいけないのかなっていうことは、自粛の解除の仕方ということがあるなと私は思っています。この中で、参考として、まずは他の国はどんな判断をしているのかな、どのタイミングで状況が変わったのかなということを見ていきましょう。資料の91番、お願いします。はい。消します。はい、ありがとうございます。91番、こちらの資料では、ニュージーランドとドイツを、出してみました。どちらの国でもですね、3月からとても厳しい外出制限がありました。で、ニュージーランドでは国内の感染者が一桁台になった、そのタイミングで、外出などの制限の緩和が進んでおります。で、企業なんかは部分的に再開していますし、学校も一部再開となっています。ただ飲食店はこの接客、お客さんとの接触がないように再開するということで、テイクアウトとか配達のみの OK が、営業再開可能といった形になっています。一方、またドイツでも、感染者の数が減ってきたというタイミングで制限が緩和されまして、やはり小さな、規模の商店から営業が再開して、企業も部分的に再開しているそうです。ただ、大規模イベントは8月まで禁止とか、いろいろ制限はありますね。堀さん、こちら見ていかがでしょうか？やはりその大きなお店とかはまだ開いてないですし、そもそもその制限のレベルが日本と違ったということですよね。そうですね。まあでも合理的じゃないですかね。経済的なことをすごく皆さん大事にされていることもわかりますけど、なんかでも経済のために先走って感染対策がおろそかになっているようには見えません。日常生活から見たら今までよりね、なんかいっぱいこうルールがあって、
大変でもあるけど、でもなんかそんな苦痛を感じさせるとこまではやってないの。うんうん、そうですね。で、これやって一定の範囲でまた出ることとかは多分ね、うん、まあ、そんなことは多少は出るかなぐらいは思ってるかもしれません。うんうん、で、昨日、私、韓国ウォッチャーなんですけど、今の、はい、韓国がですね、昨日見たら4人しか新規把握がないんですよ。で、韓国ってすごい検査一生懸命やってる国で、検査一生懸命やってるのに 4しかなくて、4かすごいなと思ったらね、とんでもなくすごかったんですよ。その4は検疫なんですよ。はい、検疫ってこう、飛行機とかで、まあ、仕事とかで今でも来る人いますから、はい、で、その来た人を検査して、一定期間観察して検査したら、まあ4いたと、その日。で、4、そこで4ってことは、他が0ってことじゃないですか。なるほど。だから、ソウルとか、インチョンとか、人がいっぱいそんなところにも、今までもいたんですよ。こう、コールセンターで集団感染とか、なんとか病院でアウトブレイクとか起きてた、なんとか教会でドバーとかいっぱいあったんですけど、だから落ち着いたってことですよね、一定数。まだ、私、まだ出るとは思いますけど、一回でも、もう一桁になって、まあ、昨日たまたまですけどゼロになったとか、すごい抑え込み方ですよね。だからこの時でも私もっとすごいと思ったのは、こう減っていくことを見越してこの時期に、今から減ったみたいだからこれから考えますじゃなくって、ちゃんと今後の2年間の計画っていうのが同時に出てることが準備していてすごいと思ったんです。はい、あ、その準備している計画というのを実はちょっと資料用意してみました。伊達さん、次の92番の資料お願いします。はい、失礼します。はい、韓国は今、堀さんがおっしゃったように、この少し先を見越したガイドラインを作っています。そのソーシャルディスタンシングというその社会的距離の確保から、その生活の中で距離をどうやって取っていくかっていう、そういう、方向に移行しようとしています。で、私、この資料を見てすごいなって思ったのが、これくらい細かい分類でどうやって対策していったらいいのかということを指針を出しています。堀さん、まだこれは草案という段階ですよね。そうですね。でもノウハウがあるので、案を出すってのもいいことですよね。案出すと、いや違うだろうとかね、もっとこうやれよとか、いろんな意見が入ってくるじゃないですか。でもっといいものになるじゃないですか。だからいきなり何も示さないでこれですとか出されるとみんなが協力できないかもしれないので、すごくいいと思います。でも韓国とか台湾がそうなんですけど、やっぱり今回ね、リーダーを信じてみんながすごくついてってるから、いい感じで受け入れられるのかなって期待してます。で、細かくなりましたねっていうのはすごくいい指摘で、実は対策って最後どうなるのって言われたら、モニタリング、観察がちゃんとできていて、対策ができているってことが指標になりますよって言ったじゃないですか。それは具体的にはすごい細かくなる、ならなきゃいけないんですよ。ざっくりね、国民はとか日本はとか東京はじゃなくて、東京の飲食業のこういう飲食業だったらこういうことやるといいですよとか、お店屋さんもデパートもあれば商品なんですか、商店街のお店もあるので、こういうところはこうした方がいいですよってね、きめ細やかになるはずなんです。感染対策っていうのはそういうことです。掛け声とか、なんかすごい大雑把なこと言って、いいとか悪いとかね、ダメとか、そういうこと言うことじゃない。サポートなんですね。だ絶対細かくなるはずなんですよ。だから皆さんも想像していただきたいんですけど、これから日本が、今一生懸命自粛、お手伝いをみんなでしてますけど、か自分たちで協力をして、自分たちを守ってるわけなんですけど、最後ね、どういうになるんだろうなと思ったら、まあ、前の世界に戻らないとしても、新しいルールっていうものが出てきたときに、出てくると思うんですよ。その時ね、いや突然、あんたこうしてって言われるよりは、こういうふうにした方がいいんじゃないのって、もう自分たちも一生懸命考えた案が必要になります。それ予告。これから私たちが考えていかなきゃいけないこと。そうです。そう。例えば国がこう言ったとか、専門家がこう言ったら、ただ批判しててももうダメな世界が待っていて、じゃあね、あなたはどう考えるのとかね、じゃあどうしたらこの感染予防ができる、この地域で私たちはどうやったら感染対策がうまくいくのってことは聞かれる側になるわけですよ、今度ね。そうですね。それをどうやって自分の身の回りで応用していこうかっていうことがすごく大事だなと思います。そうなんです。あ、で、さっきのすみません、伊達さん、韓国の指針をもう一度ちょっと紹介したいんですけれども、はい、具体的にどんな、ことを言っているかというのを少しだけ紹介します。そう、ワイドショーに惑わされない。はい。
そうですね、アフターコロナの世界、うん、他人のいいところは取り入れたいというのは本当にそうですね、うん、で、この中でですね、例えばその会社とか、いくつかの分類ありますけれども、働くとき職場というところだと会議や研修はオンラインで行いましょうとか、銀行の業務もインターネットで実施することを推奨していたりします。あと、まあ、公共交通機関ではマスクをして会話をしないとか、今もね、皆さん意識されていることかもしれないんですけれども、具体的にそういうコメントになっています。あと、もう一個面白いなと思ったのが、結婚式のところに、席の配列をこうジグザグにしたりとか、合わないようにっていうようなコメントがあったり、あと、食事を出すよりは返礼品で対応するのがいいんじゃないのかなっていう提案がここに書かれていて、それも面白いなと思いました。やっぱり宴会、お葬式とか結婚式とか、こう家族マターのことがこう熱い国はアジアにすごく多いと思うんですよ。やっぱご飯出さないのは失礼になっちゃったりとか、それもごちそう出すことがおもてなし、もちろんおもてなしなんだけど、そこで何回も長い時間宴会をしてお酒もみんなで楽しくやるっていうのが文化だとしたら、すごい大きな変化ですよね。そうですね、そうですね、ここから本当に変わっていくかもしれませんね。あとコメントにアミューズメントはっていうところがあるんですけど、その指針の中ではカラオケとか、そのアミューズメントの中でもいろいろな場所ごとに指針が出されていました。どれくらいの頻度でこう消毒した方がいいよとか、こういう部分気をつけてねっていうことが書かれていました。あ、そうですね。それはね、例えば何時間おきとか何回とかね、あんま根拠はないです。なんだけど、決めとかないとね、忘れちゃうの。なるほど。気がついたらやりましょうとか言うと、そのすごい熱心な性格の人の時だけキュッ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 磨いてお掃除して私みたいなズボラな人がその時の当番だと、まあ1回ぐらいでいいかみたいになっちゃうとよくないので、例えばシフトの交代の最初と最後にやりましょうとか、じゃあ3の倍数で3時6時9時とかね、なんか決めないとね、人間ってできないんだと思います。なるほど。大枠は決まってた方がいいですね。そうそう、はい、皆さんに予告しておきますけど、まあ、いろんな提案が出てきた時ね、え、それってね、エビデンスあるのとか、そういう会話するとトゲトゲしくなるので、どうやったらうまくいくかなって考えていただくといいかなと思います。エビデンスあった方がいいですよ。はい。堀さん、今コメントでね、暗記評価から、暗記から思考へっていうふうに、考えるっていうふうなコメントが来てるんですよ。そうだ。これまさにそういうことなんじゃないかなと思うんですけれど。そうですね。私たちは考えないと前に進めなくなりました。すごいです。その通りです。その何かこう実践をするときにも、自分の、身の回りにどういう施設があるのかなとか、自分の業界ってどういうところかなっていうのをこういうの見ながらね、参考にできる部分は参考にしていきたいですよね。そうそう、うん、特にね、学校がすごく大事だと思いますよね。これから子どもたちがなるべく早くね、学校に行けるようにするために、まあ、ちょっと厳しすぎず、そんなお友達の間でギスギスしないで、でも安心して学べるようにするにはどうしたらいいかなって、私子どもの意見もすごく聞きたいと思うんですよね。今も番組見てくださってる方たちありがとう、これから大人が一生懸命あなたたちのために考えますけど、いや自分たち的には これ大事だと思いますとかね、皆さん当事者の意見をぜひ大事にしてください。ぜひね、その学校の方とかもね、そういう声を拾い上げてもらえたら、ひょっとするとみんなでよくしていけるかもしれないですね。うん、あ、では、この、こんな風に海外の動きを紹介してきたんですけれども、実際この制限解除について、日本の動きっていうのはどうなっているんでしょうか？話し合いはされているようですよね。ニュース見てると分かりますけどね。どういうタイミングでどうやってやるのかとか、でも、出されてないものに関してはただの噂なので、そうですね、ただ検討してるってことはおっしゃってるから、待っていますけど、はい、出てきたらそこから私たちも自分で考えながら前に進んでいきたいものです、逆になんか突然出されたら嫌だなとか思う人は、まあ、しかるべきとこに意見を送っておくとかですね。例えば私がもしカフェのオーナーだったら、やっぱりこうテーブルの位置とか変えると思います。壁に向けたりとか、そう、向き変えたり、真正面に行かないようにするとか、
うん、そうにするかな。あとやっぱり予約制を大事にするとか、ちょっと収入は減っちゃうかもしれないけど、最初のうちはそんな感じでやれても全然やらないよりはやれた方が嬉しいかなと思うんですよね。私仲良くしてるあのお店やってる人からとお話ししていったんですけど、収入が減っちゃうのもすごい困るけど、やっぱみんなからあのテイクアウト買ってもらったりして嬉しいんだけど、うん、あの楽しみにしてるよとか、すごくね、またお店行くのに早く行きたいよとか言われて、なんかそれをやれ、自分ではどうもできないんだけど、なんかやれてないことになんかすごく悪いなとか思ってるとか言われて、うん、お金も辛いけど本当に気持ちが辛いって、うん、だからそういうところを励ますためにもね、いろんなアイデアがあるといいかなと思います、うんうん、こうだったら再開できるよねっていうのがやっぱり前向きな議論としてあるといいですね、うん、いろんなご提案が流れてきますね。みんないろんなことしてますね。どうでしょうか。なんか面白いご提案とかあったらぜひ教えてください。はい。予約制にして収入の見える化が始まるかなとか。そうですね。そうかも。でも無駄はなくなるかもしれないですね。うん。何来るか分かんないと、私ごめんなさい、商売とかやったことないんで適当なこと言ってごめんなさい、あのその日何人来るか分からないと、あの仕込みとかね、材料買ったりするのはなんか合理的にはなるように思いますけど、でもどうなんですかね、先が分かった方がお店の方は、あ、食品ロスが減る可能性もあるねっていうコメント、そうそう、私それはすごく思ってます。そうですね、買い物カゴの数で、お客さんの制限を知っているスーパーは賢いと思ったっていうコメントがありましたね。うん、じゃあその人たちが買い終わったら、新しいカゴが来たら、あ、じゃあ3人どうぞっていう感じですかね。あ、多分そういうことなんだ。いや、でもなんかそこに人が立ってて、こうなんかただ目視で、あの何人ぐらいかなとか言ってこう入れていくより合理的ですね。うん、頭いいな、みんな。なるほど、いろいろ出てきますね。なるほど。うんうん、はい、そんなわけで、こんなふうに、あ、はい、前に進んでいこうねっていうところなんですが、うん、もう一つ、今、自粛制限の解除という私たちの生活について考えていましたが、医療現場についても、この先のことをきっと考えて、たくさんのことを考えていらっしゃると思います。特にね、今言われているのが、医療資源を圧迫しないような、その対応というようなことが考えられているのかなと思います。今長期化に備えてその現場ではどんなことを検討されているんでしょうか。ぜひ教えてください。うーん、まあ、いろんなことをされている。今ちょっとすごいざっくりした質問なんですけど、例えばね、うん、例えば今やってることを言うと、テレビで皆さんが見ているのは、うん、あの重症の患者さんが入ってこうピコピコ機械が鳴ってるとか、集中治療室とか、うんうん、それが救急車の場面をちょっと煽り系の番組が紹介しているように思いますけど、まあ、医療ってすごく幅広いですよね。で、共通している話題としては PPE っていうんですけど、あの感染を予防する道具のことですね。で、あのゴーグルとかフェイスシールドして、こうなんか下敷きみたいなのがこうぶら下がったやつとか、マスクとか、あと手袋、ガウン、こういうものが品不足、流通不安定になっておりますので、うん、それをどうするかっていうのは私たち、あの世界的に課題なんです、実は。あ、もう世界中の課題。そう。だから考え方を変えるっていうのが一つあるってですね、例えば今までは一回一回使い捨て、一人にワンセットみたいなやってましたけど、まあ、手袋は変えるにしても、本当にガウンも、ここで全部ガウンも変えなきゃいけないのとか、あと、こうフェイスシールドも捨ててたけど、うんうん、あの、まあ、食器用洗剤とか普通のお洗濯洗剤でチャプチャプチャプと洗って、だって洗剤でコロナはあの1コロになりますのでいいんですけど、まあ、それ洗って拭いてもう一回使う再利用とか、そういう工夫はしてます。そうすると、まあ、捨ててたものを何回も使えるんだったら、例えば1回で捨ててたのを5回使おうとしたら5分の1に減るじゃないですか。そういう工夫はしてますよね。そうか、資源をこう大事に使っていくっていうところで節約をしているというイメージでしょうか。そうですね。だ今までと違うことやってるって言ったらそういう感じですかね。
あと今、その軽症の患者さんを療養し、あの、宿泊療養施設に、あの、動いていただいたりとか、そういう動きがあると思いますが、そちらの対応なんかも、今、まだ、どんどん改善というか、変わっていってるんで、状況は変わっていってるんでしょうか。そうですね。あの、全員を病院に入れないですし、患者さん、ごめんなさい。感染したことが分かった人をどうするかって話ですね。あ、で、そう。で、酸素が必要とか、まあ、点滴しましょうと、ご飯食べれないからじゃあ点滴しましょうみたいな人は入院になりますから、うん、病院のベッドの数の話ですよね。そうですね。一方、コロナウイルスの感染症は、あの、新型コロナの感染症の方は、元気な人がすごく多いから、うん、病院に行かなくていい人いっぱいいるし、じゃあお家がいいのかっていうと、お家でしばらく出ないでくださいって言われた時に、お買い物もできなくて、まあ、いろいろ困るとか、まあ、実際にはマスクつけてお買い物したりはしてるようなんですけど、じゃあその中間として、じゃあ自宅で、あの、亡くなってたとかいうニュースがあったから、なるべくじゃあホテルっていうふうになったら、じゃあホテルは、あの、みんなが行きたいかとかですね、ホテルで十分な健康管理ができるのかっていう、まあ、問題あります。これは確かに今までにない工夫ですよね。病院からなんか退院させるとき、じゃあホテルに行ってくださいって普通はしないですもんね。そうです、ね。まあ、目の手術とかで、まあ、お家が遠いから、じゃあ近くのホテルに泊まって明日来てくださいとか、そういうのはあるけど、あの、医療の流れとして途中にホテルが入るっていうのは、まあ、あまりないことですよ。あまりじゃない、初めてかな、初めてじゃない、ごめんなさい、新型インフルエンザの時にあった。あ、新型インフルエンザの時にもあったんですね。新型インフルエンザの時は、あの、ホテルが一部利用されたりしてましたね。なるほど。こんな形で医療現場でも、この長期化に向けていろいろな対応が検討されている。そうです。大きいです。これはこう広げていく方法と、もう少しいろんなデータが出てきたら、いや、そこまでやらなくても、やっぱり自宅でいいんじゃないのって話になる可能性はあります。どうしてかっていうと、感染が分かった人だけこう閉じ込めればいいみたいなのだとね、気づいてない人もいっぱい世の中にいるじゃないですか。そことのバランスがすごく悪くなるので、ホテルが快適だったらいいんですけど、私のところに来ている相談は、あの、ご飯が、あの、もう耐え難いとかね、あの、だから人によってはいっぱい食べたい人は、こんなお弁当じゃ足りないよって人もいるし、普段から揚げ物とかお肉あんま食べれない人は、そう、がっつり弁当だと多分辛いし、いくらコロッケが好きだと言っても、ずっとコロッケ弁当だったらさ、辛いわけですよ。あ、もちろん、毎回同じじゃないんですよ。だけど、絶対食後には、朝起きたらコーヒー、食後もコーヒー、1日5回はコーヒーとかいう人はコーヒーが飲めないと多分辛いし、お酒好きなんですよって、全然、あの、症状がなくて元気なんだけど、ただホテルにいるだけの人が、いや、お酒ダメなんですよとか言うと、どうしてとかね。なるほど。生活、健康管理と合わせて、その人間らしい普通の生活って両方本当は必要なんですけど、全然症状がない人がそこでそういうふうにしなきゃいけないのって問題はあるかと思います。なるほど。そうですか。それに関連して、買い物をしてあげる担当の人とかできないのかなっていうコメントしてます。すごい、それが今必要だと思います。今はね、多分ね、ニュースで気づいていると思いますけど、お医者さんや看護師さんをね、確保するだけでも結構みんなすごい大変な思いしてるんですよ。そうすると、でも医者や看護師は健康管理のために置かれてるので、いや、ちょっとあれ買ってきてくれませんかみたいなのが、まあ、できないわけですよね、正直。全員にもできないから。じゃあ、そういうのを、あの、まあ、ボランティアとは言わないですけど、そういう、快適のためのスタッフっていうのがですね、本当はいてもいいと思います。すごくいいアイデアです。そういうのね、私手伝いたいとかいうボランティアしたいですっていう問い合わせを私いっぱいいただいてるんです、実は。なので、まあ、私は東京にいますけど、まあ、皆さんの地域で、そういうのも、そんなところに自宅で一人ぼっちの人とか、ちょっとお手伝いしてあげようかなとか人たちに、まあ、マスクとか手洗いの説明はしますけど、そういうのを助け合うっていうのは今後出てくるかもしれないです。で、私は看護師だから、看護協会ってところにいるんですよ。で、看護協会って、まあ、看護師さんの集まりなんですけど、あの、訪問看護とか、そういうの得意な人もたくさんいるから、じゃあ、今後ね、そういうの手伝おう、得るかもねって明るい話をしてますし、
そう明るい話をしてたら取材をしたいって人たちも来てるし、私たちも頑張るからやり方教えてって人も来ているので、私はあんまりめげずに前向きに行こうと思ってますけど、そのご指摘は素晴らしいです。なるほど。なんかこういう時にこういう人材とかこういう仕組み作ろうとしているよっていうのをこう、ね、公開してもらったらぜひっていう人たくさんいそうですよね。はい、はい、テレビも新聞社も来てますので、そのうち流れると思います。わかりました、ありがとうございます。他に何かコメントありますか？他にその関連でタクシーが、タクシーの方がこう配達を、まあ、こうサービスとして提供してるよねっていう意見をいただいてます。うん、そうですね、あとは、ロボットがを活用しよう。例えばペッパー君だったりとか、っていうふうなテクノロジー関連のことも来てます。そうです。そう。異業種の方のね、お問い合わせも結構ありますよ。あ、何かできませんかっていうお問い合わせですか？そうです。私なんかそれただの美しいね、ボランティア、美談とかじゃなくて、やっぱり地域で今いろんな自粛で困っている人たちもいっぱいいるから、例えば自治体のお金がそういうとこにちゃんと流れる形でお仕事を依頼するとか、うん、そういうのすごく重要。そうですね。対価は払おうとか、うん、やっぱり、報酬は欲しいよなって、そういうコメントも来てます。うん、お弁当とかも、例えば地元のお弁当屋さんがね、やってくださるとか、まあ、まあ大手がいけないってわけじゃないんだけど、まあ、そういうのもあってもいいかなと思うしね。新しいビジネスのチャンスっていう感じもありますね、うん、だ今回も例えばホテルがすごく協力してくださってるじゃないですか。でそれはちょっと前みたいにインバウンドで激込みでホテル取れません状態だったら絶対できなかったと思うんですよ。でも今はそこは需要がない中で、まあ、感染症の協力をするってすごい大変なことだと思います。決断が風評被害とかもあるかもしれないし、でもそういう中で、まあ、みんなが連携している一見なんか協力の美談に終わっちゃいそうだけど、私はホテルにだってお金も払われるんですよ、もちろん、ね、そういうふうに事業が継続できるのも大事かなと思いますよね。なるほど。さて、では他にコメントはいかがでしょうか。なければ次に移りたいと思いますが、はい、大丈夫ですかね。はい、では次に移りたい、次のテーマに移ります。さて、ここまで新型コロナについてお話をしてきたんですけど、ここからちょっと話題を変えて、感染症との戦い方について考えてみたい。その中でぜひ紹介したい人がいるんです。今日いっぱいいるな。あ、堀さんおすすめの、そのおすすめのね、感染症対策会話の有名人とかもぜひ聞いてみたいんですけれども、今日はですね、ご紹介したいのは、この方。この方。分かったらすごいよね。どうでしょうか。さあ、皆さん当ててください。はい、この方です。誰でしょうか。あ、光ったっていうか大丈夫。武田信玄。ちなみに日本人ではありません。これ何見て書いたんですか？これ、Google で検索して画像検索を引っ掛けて、多分この人だと思ったやつを書きました。どう？当たるかな？出ました。ありがとうございます。イラストうまいって。あ、やった。ありがとうございます。朝すごい急いで書きました。ですね、この方、どなかったかと言いますと、ハンガリーのお医者さんですね。ベンメル・ワイスさんです。この方は、ちょっとね、マニアックな話ですから、知らなくても大丈夫ですよ。はい、感染対策の人たちは、ちょっとレジェンドっていうか。あ、やっぱり感染対策。カリスマっていうか。はい、有名人。そうですね。医療業界では、いや、知らない人もいっぱいいます。ちなみにこの方、いつ頃の方かというと、大生まれが1818年で、はい、没年が手原由紀さん、そうそう。65年なので、日本が江戸時代ですかね。江戸時代の後期。その頃のに活躍というか、活躍したというか、活躍できなかったというか、難しいですが、そんな方です。そうですね。やったことすごいんですけど、周りの人が認めることができなかったので、
悲しい感じでお亡くなりになってしまったんですけどね。はい。何をした方かと言いますと、こちら、この方はですね、皆さん、三直熱って難しい字ですね。難しい字なんですが、こんな感染症の名前聞いたことあるでしょうか。エンベルワイス先生は、この三直熱という、お産の時に、妊婦さんがお産をするときに、傷口から、こう、細菌が入って、起こってしまう感染症。この病気の発症率をものすごく下げることに成功した方です。堀さん、この三直熱って今でも問題になる感染症なんでしょうか？そうですね。日本では、感染対策が取れているので、まあ、大きな問題にならないし、もし感染症が起きても治療とかができるじゃないですか。でもまだ国によっては安全なお産ができないところでは問題があります。なるほど。やっぱだから妊娠出産って命がけって言うけど、まあ、妊娠中もいろんなことが起きやすいし、お産の時に赤ちゃんもお母さんも本当に命がけですよっていうのは日本にいると安全が整ってるからピンとこないかもしれないけど、うん、そういうことはあります。じゃあこのゼンベルワイス先生がどうやってこの三直熱を、の死亡率、発症率を下げることに成功したのか、どうやって気づいたのかということです。そう、気づいたかが大事ですね。一番最初のところの戻るね、話がね。はい。どうやって新しいものというか、わからないものを対応していくのかっていうところですね。はい。まず、このゼンベライス先生という方がですね、所属していた病院には、二つのですね、お産に関するクリニックがありました。第一クリニックと第二クリニックっていう。2つがあったんですけど、そこでの三直熱による死亡率、第一クリニックでは 13%、第二クリニックでは少し低い 2% という値が、少しじゃない、全然違う。だいぶですね、全然違う。すごく低い 2% でした。で、何がそんなに違うんだろうところなんですが、ゼンベルワイス先生、その違いですね、気づいたのは、第一クリニックでは医学生の教育をしている。第二クリニックで、は、助産婦さんの教育をしているという違いがあるんですが。助産師さんですね。はい。昔は助産婦さん。今も助産師さん。すいません。ここちょっと字が違ってます。助産師さんの、はい。教育をしているという違いがありました。で、ある日、ゼンベルワイス先生に転機が訪れます。お友達の先生が、遺体の解剖中にメスで手を切ってしまって、感染症にかかってしまいました。で、その方、亡くなってしまうんですけれども、怖っ。亡くなってしまったんですね。感染症にかかって亡くなってしまったんですが、そのご友人の遺体を解剖してみたところ、三直熱で亡くなった患者さんと状況がすごくよく似ていたということが分かりました。その時、ゼンベルワイス先生は何かに気づきます。ひょっとして、お医者さんとか医学生、ご遺体の解剖しているお医者さんとか医学生の手に、何か死体粒子というようなものがついているんじゃないですか。イメージ図はですね、こちらです。こんな感じ。ご遺体に何かある、こう死に関連する何かですね、ものが手にくっついてしまって、その手のまま妊婦さんの検診をして、それを妊婦さんに移してしまっているんじゃないかということに、気がつきました。そういうわけで、ゼンベルワイスさんは、先生は、手洗いをしましょうということを義務付けます。解剖室で解剖したお医者さんは、検診に行く前に、絶対に手洗いをしてくださいということを推奨したんですね。すごい。今なら普通だけど、すごい。そう、これ全然普通なことじゃなかったんですよね。で、やってみたところ、どうなったかというと、はい。先ほどの、これ。すごい。こんなにいっぱい紙書いたんだ。はい。第一クリニックの、さっき 13% もあった死亡率が、なんと 2.38% に下がりました。第二クリニックとほぼ同じくらいになったんですね。素晴らしい。素晴らしい。素晴らしいんですが、この成果をですね、報告したところ、先生、医学界からとても大きな反発にあってしまったそうですね。絶賛じゃないんですね。絶賛じゃなかった。素晴らしいって言ってもらえなかったんですよね。はい。で、どんな反論があったかというと、そもそも、この三直熱という感染症は、
体の体液のバランスが崩れて起こるものだから手を洗っても意味がないんじゃないかとか、あとお医者さんの手はそもそもすごく神聖な綺麗なものだから洗うなんてとんでもないとか、あと汚い毎回手を洗うなんて面倒だという批判が来たそうです。でもそれでもね、寝れずにあのゼメルワイス先生こんなことを始めます。医療器具の消毒でやってみたところ、なんとその病院の三尺熱の患者さんがほぼゼロになった。ほう。ただ、この成果とかですね、あの本を書いてまとめるんですけれども、その本はことごとく批評にあって、最終的にこの先生あの政治的にあの追われて職を失ってしまうということになってしまった。全然受け入れてもらえなかったんですよね。で、最後ちょっとどうなったのかなと思ったら、病院に入院されてそのまま失意のままお亡くなりになったという、なんとも悲しい最後を迎えてしまいます。この方、ね、はい、ちょっと注目したいのは、この時代まだ病原体という概念がない時代にこの死体粒子があるんじゃないかっていうことに気づいたって、堀さんものすごいことだと思うんですよね。すごいですよね。だってまだウイルスも細菌も分かんない時ですもんね。そう、そうですよね。そんな時代にこんな風に気づいたのに、でも受け入れられなかった。はい、いろんなコメントありがとうございます。胸とかひどい話っていうのがありますね。はい、でも、じゃあいつ認めてもらえたんですか？その後、何年だったかな、すみません。その後の認めてもらえたところの、すみません、年度、紙を用意してくるのを忘れてしまいました。日頃になるんでしょうか。語っておき。知ってますか、皆さん。なんか菌がなんかいるんじゃないのみたいに、うんうん。この後、パスツールとかコッホが出てきます。そうですね。コッホさんという、病気がその、なんか病原体というものがあるんじゃないかということを見つけた方が、生まれた年が、ほとんど時代がかぶっていないんですよね。もしも、はい、書いてくださってる人がいる。あ、そうですね。ありがとうございます。1843年で、このゼンメルワイス先生がこの手洗いについてのことを発見したのが1847年のことです。なので、これを発見したときにようやくコッホが生まれたという、ちょっとすれ違いが起きてしまったんですね。もっと。みんなにありがとうって言われて、最後を迎えてほしかったですね。本当ですね。うん、その私たち今、手洗いが効くって分かっているということ自体がものすごいことなんだなっていうことを、ちょっとこの人のお話を見たときに思いました。そうなんです。だからインターネットでちょっと調べようと思ったらですね、ゼンメルワイスの悲劇っていう言葉で調べるといろいろ出てきます。はい。はい。あとですね、今日本の人がハンガリーとかチェコスロバキアの医学部に行くっていうルートがあるんですよ。まあ、英語で学べるんですけど、で、私の知ってる人とかが、なんていう大学に行ってるのって言ったら、うん。ゼメルワイス大学だよって言われたときすごい衝撃でした。ゼメルワイス大学、ちょワクワクして。で、ゼメルワイス博物館っていうのも実はあるんです。行ったことないんだけど。どこに？このハンガリー。ハンガリーにあるんですね。はい。だから飛行機に乗って海外に行けるようになったら、最初ハンガリーに行こうかなってちょっと今思いました。うん、14日間ね、隔離されるかもしれないけど。はい。それからぜひゼンメルワイス博物館へ。他に巡礼したいところって何かありますか？あ、私ですか。結構行ってますね、はい、もう、うん。あ、そうなんですね。はい。はい、では、あとですね、そうですね。ロンドンとか面白いとこいっぱいありますよ。ロンドンはその公衆衛生の、あの大学院もありますよね。そうですね。あとね、ヨーロッパってやっぱりペストが流行った時に、その、うん、記念碑っていうかもう来ないでみたいなのでいろんな銅像とかが建ってたりするのであと日本もなんてこの間お祭りが中止になっちゃいましたけど京都の、はい、お祭りってよく調べ歴史を調べるとその天然痘に対抗するものだったり
病気が流行らない、流行らないでっていうためのお祭りとか、なんかその、まあ、神社みたいなのとか結構ありますので、血の輪くぐりとか確かそうですよね。あの、はい、輪っかをくぐるやつとかも確か病気に関連するものだった気がします。あ、そう、祇園祭、そうです、はい、病、コロナのために、感染症のために、感染症対策のお祭りは中止。あ、大仏建立、大仏建立もそうです。そうですね、すごく感染症って私たちに本当に身近なものだったってことだ、アマビエ様。はい、というわけで、そう、あの、感染症対策のことを考えると、そもそも私たちきれいなお水が飲めるっていうのもすごく、あの、ありがたいことだなということを思いました。そうなんです。だから新型コロナが、あの、今後いろんなところに、まあ、もう広がってますけど、やっぱり手洗い大事だよとか言った時に、手洗えない人たちもいっぱいいるじゃないですか。うんうんうん、本当私たちそういう時ね、世界的には応援に行くんですよ。感染症がアウトブレイクして大変とか言ったら、世界中でこう応援するのがいつものやり方なんですけど、うん、まあ、今はなんかそれぞれの人がその国で大変なので、うんうん、弱い人たちのところがもっと困ってしまっているのがね、なんとか早くこう落ち着いたところから応援に行けるようにしていきたいんだと。私は自分で行けないけど、まあ、寄付とかしてそういう人たちの活動を支えたいと思います。その話にちなんで、ちなみにその過去の感染症かきっかけでこう生まれたものとか、私たちが無意識にとっている行動っていうのなんかあるんでしょうか。え、それは別の時に特集をしていただきたいですけど、例えばハシカ、ま、天然痘と同じようにハシカすごく恐れられていて、そうそう、なんかね、まあ、今ちょろっとだけ言うと、なんか赤い布がいいらしいよみたいな、赤いものをこうぶら下げてみるとか、はい、そういうのやったり、これなんとかを食べるといいよとか、今聞くと、そんなのとて気持ち悪くて食べれないみたいなやつが食べるといいよみたいにこう書かれてたりします。あ、なるほど、たくさんいろいろありそうですね。それはではまた特集を組んで別の機会に。でも新型コロナでもあるじゃないですか、今これが効く、効くって書いちゃいけないんだけど、うんうん、怪しげな商品はあるから、まあ、昔も今もですけど、はい、やっぱり変わらないですね。感染症が起こった時の私たち人間の反応って、ひょっとするとワンパターンなのかもしれませんね。そうなんですよ。わからないよね、新型コロナっていう番組ですけど、うん、コロナはわからないですけど、人間の反応はなんか繰り返しをしてる気がしますよね。なるほど。そっか。新しくなっていくのは病原体ばかり。ということにならない、ならないようにしたい。ならないように。あの、先ほどゼンメルワイスがは、あの、手洗いのことを発表したときに、医学界から、あの、こう、大批判は、浴びたっていう時のコメントの中で、でもそれ今でも同じじゃないっていうコメントがありました。今もそれ起きてないみたいなのがありましたね。それも人間が繰り返しがちなことですかね。うん、本当は大事なことなのに、大きな力でこう表に出ない、あるのかな、ありそうですね。他にその関連で追試やらなかったんだっていう、あの、科学者っぽい方からの意見も出てます。あ、追試っていうのは科学コミュニケーターの方。あ、失礼しました。あの、一回データが出た時にこれ本当なのかっていうのを再現できるかっていうのを何回か確認するっていうのをやるんです。その中で、あの、他の研究者がやる場合もありますし、自分でやる場合もあるんですけれども、そのもう一回確認するプロセスのことを追試と言ってます。みんなで同じようにやったら確かっぽいねってことですよね。おっしゃる通りです。だから何とか細胞があるって言ったけど、見つからないときはやっぱ違うんじゃないって話になるわけですね。ちょっと前に出た話題ですけど。そうです。ちなみにですね、このゼンメルワイスさんの手洗いの効果について追試をしようという動きはあったそうなんですが、それもやっぱりことごとく潰されてしまったという話を見ました。なんか今だとなんか不都合な真実があるのかとか、一生懸命陰謀論を私は考えるんですけど、うんうん、何ですかね、プライドですかね。こう調べられて万が一違うって言ったのに本当だった時にこう、そうですね、ひょっとするとそういうプライド。手洗わなかったから訴えられるとか、そういう感じですかね。いや、悲しい。悲しい。はい、そうですね、すごくでも追試はやらなかったんだろうかと。はい、そうですよね、うん。大事なことです。今は本当に大事なことです。さっきの論文一つ
だけを信じてもダメだよっていうところにもつながってきますね。そうですね。私とかあの 文化系なんですけど、基本はあのなんだただ言ってるだけだったら違うんじゃないとかいうのはあると思うんですけど、うんうん、ゼメルワイス先生は数字を出してるわけじゃないですか。そうです。グラフで示せるものを出しても、じゃあお前が言ってるだけだよみたいに冷たく言われるっていうのは、うんうん、怖いと思いました、私。そうですね。他に何かコメント、何かありましたらお願いします。これに関連して別の視点から調べる方法がなかったのが原因かなっていうふうな意見をいただいてたりもします。あ、なるほど。あと、かわいそう、結果を出しても認められないとかっていうふうな意見もいただいてます。うんうん、ね。やっぱり医師の手が汚いとかありえねえ的な何かだったんじゃないかってコメントもありますね。うんうんまあ、でも私たちこのゼメルワイス先生の悲しい体験を教訓にはしていて、うん、あの医学生とか看護学生とかね、手洗ってほしいときに最初に説明すると、あ、こういう人たちの悲しい思いとかの上に成り立ってる安全なんだよっていう、うん、ちょっと刺さるアプローチを取りたいときに使わせていただいてます。うん、あ、その感染症対策のその勉強とか教育をする現場でもこの先生はやっぱりよく出てくる方なんでしょうか？いやー、どうでしょう。そんなことはないと思います。あの、ちょっと周りの医学部とかね、看護学部とか、看護学校行ってる人にちょっと振ってみたら面白いと思います。ゼメルワイス知ってる？みたいな。そうです。ぜひやってみてください。そこになんか、ね、3秒ぐらい沈黙があったら知らないんだなって。感染管理をやってる人は絶対知ってると思う。私は感染対策を仕事にしてるんじゃないですか。で、今日本だと2900人くらい感染管理専門の看護師さんがいるんですよ。うん、そういう人たちは答えれると思いますね。うん、というわけで今日はゼメルワイスさんを紹介しながら、手洗いすごいよねっていうことと、やっぱりね、エーテルワイス似てる。エーテルワイス懐かしいですね。はい、手洗いしていって行きたいですね。手洗い続けるモチベーションにちょっとなったら嬉しいなという気もします。そうですね。はい、ではちょっと早いんですけれども、今日準備してきた準備したものは終わり、はい、終わりになります。何かおというコメントがあれば。先ほど感染対策2900人って少ないなってコメントがありました。そうですね。病院の数ちょっと言えないですけど、感染管理の看護師さんがいるのはすごく限られています。例えば今ニュースで皆さん、あの、新型コロナウイルス、今日新型コロナの番組ですから、新型コロナの話に戻すと、あの、病院の中とか介護施設で流行っちゃった、入所者さん患者さんとスタッフが感染しちゃいましたっていうのはあるじゃないですか。ああいう時にやっぱり、そう、専門の人がいるところといないところだと大変さが違うんですよ。あの、急いでこういう対策して早くこの流行を止めなきゃってやったりする時にどうしたらいいかっていうのを知ってる人が、まあ、その資格を取ってる人が2900人ぐらいですね。で、いないところを助けに行くっていうのもすごく今重要で、みんな協力し合ってます。少ないからね。ご指摘のように少ないから、困ってるところを助けれるかっていうのはすごく重要になってきてます。でも、普段は助けに行ける人たちも、自分たちの病院は今すごい大変なんですよ。うんうんうん、なので、私さっき言った、看護協会、東京都看護協会ってとこで、新型コロナプロジェクトっていうのを作ったんですけど、そういう専門の人がいなくて、助けてっていうところに出かけてって、この、ワゴンはこっちがいいですよとかね、付け方、脱ぎ方とか、まあ、教えたりとか、ゴミ箱はそうですね、こんな感じがいいんじゃないでしょうかとか、いろんなアドバイスとかもしています。です。今後どれくらい増えるかわからないですけど、5年間で、更新もあるんです、ちゃんと。あ、そうなんですね。看護師の免許は取ったら今のところ一生有効なんですけど、その認定された人たちの資格はちゃんと更新をしています。なるほど。そうか、どんどん新しい感染症とかが出てきて、こうね、新しいインプットも必要になりそうなお仕事ですよね。そう。もし将来ね、あの、医学部とか薬学部とか看護学部行こうかなとかいう中高生の方も見てると思うんですけど、うん、まあ、どの分野に行っても
すごく意味があるし楽しいけど、今回のいろんなニュース見ていて、あ、感染症もいいなとか、日本でも活躍できるし世界でも活躍できますから、興味ある人は将来ぜひ狙ってください。はい、ぜひ今ね見てくださっているかもしれない小学生、中学生、高校生くらいの皆さん、ぜひ。はい、ではそろそろいい感じのお時間になってきたでしょうか。ではここからクロージングに参りたいと思います。ですね、来週は4月、あ、来週4日ですね、4日月曜日は祝日なんですけれども放送します。で、来週も月曜日から金曜日までこれまでと同じように、12時ちょうどからの放送となります。ただゴールデンウィーク特集ということで、1時間の拡大版でお送りしていきます。30分だとね、すごいおせおせなんですよね。話したかったことがなかなかこう収まらないっていうこともありますので、今回は、ゴールデンウィーク期間中はね、贅沢に1時間の拡大版でお送りしていきます。月曜のテーマは？はい、次回のテーマは緊急事態宣言は延長ということで、これからの生活で気をつけていくことということをテーマにして、自粛生活が長引く中で疲れちゃったり、あとイライラしたりとかありますよね。いろいろ出てくるそんな心の問題について、心理の専門家をお呼びしてお話をする予定です。そうですね。はい、堀さん、もうなんか、あ、辛いよって表現している人もいるし、子供とかもね、なんか思ってるところはいろいろあるんだけどね、我慢している人たちもいるから、まあ、一回、時々みんなでそういうの話すのいいと思いますね。そうですね。そういうの、今度は専門家をお呼びして、堀さんともお一方、専門家をお呼びする予定ですので、ぜひ質問ですとか、事前にお寄せいただけると嬉しいです。疑問や気になることなど、コメントで今入れていただくか、スライドゥーという、質問投稿の、アプリケーションを使っておりますので、そちらもぜひご利用ください。あと、もう一つ、皆さんにご報告があります。この番組のですね、終了後、未来館公式チャンネルの YouTube で、この番組の4月1日から10日までの分を公開いたします。ニコ生だけじゃなくて YouTube でも見ることができるようになりました。というわけで、これまでご覧になっていなかったお友達とかにもぜひ YouTube をですね、紹介して見ていただけたらなと思っております。ぜひご紹介をお願いいたします。ではこんなところで今日の放送はここまでとします。それでは今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。最後に番組のアンケートをよろしくお願いします。